こうなんでも仕方ない、自分の人生は自分で動かすもの、だから親にこういうふうに育てられたから私はこういうふうな人間になった、お前のせいだ、お前のせいだじゃなくてお前がそういうふうに思ってるだけだろってことなんです。それでは今日の質問です。起業期に東大に行くような頭のいい人たちがこうなっているのだから、塾講師を続けているとその人たちと同じようになってしまうとありました。サラリーマンに対しても父親の姿を見てああはなりたくないと思ってサラリーマンは避けたとありました。それはわかるのですが、堀江さんはサラリーマンになるよう操作されてムカつかなかったのでしょうか。本のことをまとめると、父親は不愛想で母親はヒステリックで怒ったら包丁を取り出して堀江さんに向かって心中するとか言ってたらしいです。父親と母親が一緒に出かける姿を見たことがほとんどなく、挙句の果てに別居して、さらには堀江さんが気づかなかったらそのままサラリーマン奴隷直行路線でした。ここまでやられたら自分なら切れるのですが、堀江さんは切れないのでしょうか。なんだそりゃってなりません？親に対して文句とか批判はしないのでしょうか、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、本日は7月22日に行われました公開収録の模様をお届けしております。本日のゲストはハッカーズの茂木健一郎さん、そして金杉はじめさん、そして久々登場相島福留さんです。はい、お願いします。私はこう答えました。別にないよ、人を恨んでも仕方ない、自分の人生は自分で動かすもの、嫌われる勇気を読みなさい、最近嫌われる勇気っていう本をすごく、アドラー心理学の本、僕のゼロっていう本の編集チームが、ダイヤモンド社、ダイヤモンド社のゼロ の柿内さんとか古賀さんが書いてる本なんで、すごくいい本です。読んでない人いたら絶対読んでください。これすごくいい本なんで、で要はだからアドラー心理学の本、その嫌われる勇気は僕のゼロを、理論化したような本ですね。なるほど。僕はそれを自分で考えて自分で実践してきたんですけど、先にこの本知ってればよかったな。これでもどう思います、茂木さん、人をね、父親とか母親恨むのかと、なんで堀江さん切れないでしょうか、なんだそりゃってなりません、親に対して文句とか批判とかはしないのでしょうか、とかってなんで言っちゃうんだろう。だから親にこういうふうに育てられたから私はこういうふうな人間になった、お前のせいだ、お前のせいだじゃなくてお前がそういうふうに思ってるだけだろってことなんです。意外とこれって客観的に見たりとかすると、ずっと親を恨んでたんだけど、他の人の親の話とか家庭の話ってやっぱなかなかしないのよ。しないですね。俺もだって子供の頃、みんながお年玉もらって、親からお年玉をね、親戚の おじさんからもらうんだけど、僕は親からもらったことないんですよ。でこれが当たり前だと思って、でも小学校に入ってお年玉の話になるじゃん、で親からもらってるってみんな言うわけ、うちだけじゃんと思って、ちょっと恨んだよねその時はね、だけどよくよく考えてみれば、別にねお年玉なんかもらえない人もいるわけだし、実は もらってるだけでありがたいじゃん、思えばすごくポジティブに思えるでしょ。だから考え方次第なんです、完全にこれ考え方なんです、だからここから先しか自由にならないから、そう過去は変えられないから、だからここから先は考えない、すごいいい話だ、ね、過去の嫌なことはね、全部忘れちゃっていいんですよ、そういうことだよね、